死を招くボタンゲームはアメリカ合衆国の作家であるリチャード・マシスミの短編小説。この小説はアメリカ本国版のプレイボーイ1970年6月号に掲載された。ニューヨークのマンションに住むアーサーとノーマのルイス夫妻の元へある日の夕方、押しボタン装置が取り付けられた小さな木箱が届く。それには午後8時、 スチュワードというものがお伺いしますというメッセージが添付されていた。不審なセールスマンかといぶかりながらも、時間通りに来たスチュワードを、夫婦は迎え入れ、彼の話を聞く。彼は、その装置を通報ベルのボタンだと言い、ボタンを押すと、世界のどこかであなたが他の知らない人が死んで5万ドルが手に入ると語る。あまりにも怪しげな取引に一度は断った夫婦だが、 大金の誘惑に惹かれて二人は再び装置を取り寄せ、ノーマがボタンを押す。と同時に、夫のアサーの事故の知らせと保険金の話が入って、くる。スチュワードからノーマに、あなたは本当にご主人のことをご存知だったと思いますかと、電話がかかる。日本語版、プレイボーイ1979年11月号に、死を招くボタンゲームの題名で翻訳される。 2010年3月、早川文庫 NV より映画、運命のボタンの日本公開に合わせて、同題の短編集に収録、出版される。この短編小説は、1985年に放送されたテレビドラマ、ドワイライトゾーンの欲望のボタンの原作である。また、2009年には、運命のボタンとして映画が制作、全米公開され、 2010年には日本で公開された。ありがとうございます。